持ち帰り。臭い番組って人にやられるとこんな気持ちなんですよ。被害者側だった。加害者だったからよ。超静かな曲なんで、相対的に、次はバラードです。あ、相対バラード本当に相対的に無音でやるね。聞くな。比較的に。さあ、この曲をノルウェーに行ってしまうシミルさんに、さかな。